すいません。おお、かっこいい。ドラコです。ドラコさんです。ドラコさん。マックス鈴木さんです。おー、足湯を出しましょう。下にしたスキッチ。びっくりするぐらい全然足んないですよ。一品目1分で食べてます。こんにちは、マックスです。いやー、今日だけは世界のラストサバイバルのマックス鈴木です。声でけ。俺の日本刀がここ幕張でいやー、複雑ポーガチガチ。あー、今すいません。なんだマックス鈴木です。なんだよ。私はですね、あ、もういいっすね。今ね、私はですね、コミコンっていうアメコミとか、まあ、いろんなカルチャーが詰まった幕張メッセでやってるイベントに来てるんですよ。はい。で、こちらボーン、株式会社ソードスピリット。イエー。これがうちの代表の Y さんがやってる会社ですよ。はい。こちらで今ね、甲冑展示してます。世界の皆様を相手に日本の文化を使ってお金を儲けよう。来たね。それがソードスピリットです。よろしくお願いします。お願いします。今日はこのイベントでちょっとね、ステージに立たせてもらうんですよ。世界のラストサムライことマックス鈴木、食を通して世界中をぶった切ると。今日その世界進出第一歩目でね、なんとこのチャンネルで初めての、なおかつもっと言うと僕のリアルな命の恩人でございます。はい、この方です。どうぞ。おー、かっこいい。ドラコです。なんとドラコさんが来ていただきました。よろしくお願いします。ドラコさん、まずは見てもらって皆様ご存知だと思うんですけども、簡単に自己紹介お願いします。はい、動画 YouTuber として約5年ぐらいやってるんですけど、マックスとは今まで大体2回ぐらいテレビで正面に戦ったことがある中、はい、戦友でございますね。戦友ですね。はい、よきライバルであり戦友でございます。今日はそんなこのドラコさんをお迎えしてですね、はい、ちょっとさ、やめて、そのさんとかくんとかつけていつも通りますけど、本当に臭いから。いや、ちょっとね、正直ちょっと緊張してる。いや、緊張してる、緊張してる。見てくださいよ、これめっちゃ似合ってないですか。めちゃくちゃ似合います。これ、今日のテーマ何ですか。今日は明治時代の侍ですね。おー、無論に献身的な。一緒は献身的な。俺の、あ、俺の抜刀術を見せちゃうよ、敵だ。でかいステージでドラコ君と僕で、はいはい、大食い早食いというかパフォーマンスをさせていただきますよね。このフードが今ジェラシックパークとコラボってるんですよ。フードを30店舗の看板メニューをブラーッと2人食べたいと思います。いや、そもそも、はい、このね、サムライのオファーを快諾していただいた理由って何なんですか。僕すげえ聞きたかった。あのね、やっぱ素直に言っていいの、羨ましかった何を見て羨ましいと思ってる。なんかかっこいいじゃん、かっこいいじゃないですか。あ、これでスタッフいるじゃないですか。なんか仲良さそうで楽しそうで、はい、やっぱちょっとジェラって出たいなみたいな。これもうあれですよ、何も始まってないのに準レギュラー確定じゃないですか。まだ今日はそのドラマさんをお迎えして、はい、行っていきたいと思います。では締めのセリフどうぞ。めちゃ無理するから。こんなに声出ないです僕。めちゃくちゃギア飛ばしましたよ、ね、音量おかしい。ドラコグルメステージ。おー、はい、なるほど。ということでですね、はい、グルメステージということで、もう早速 こちらにね、はい、食事が並んでおりますが、ね、こちらにあるのはですね、はい、東京コミコン2019で販売される、はい、全てのフードでございます。なるほど。まあ、全てと言いましても、ここにあの全部で30品目あるんですが、はい、20品が、はい、こちらの方に並んでおります。今回はこのメインステージでは、はい、東京コミコンで販売されるこれらの全ての料理を、はい、食べ尽くしてしまおうという企画でございます。はい、東京コミコンフードメニュー食べ尽くしチャレンジ。なるほど。挑戦していただきたいと思います。はい、このチャレンジに挑戦していただくお二人お呼びいたします。まずは
YouTube の登録者は50万人以上、大食い王決定戦の決勝戦に出場したほど実力は国内屈指レベル、はい、アンドゥーの名前でもおなじみ、大食い YouTuber のパイオニア、トラコさんです。トラコさん、よろしくお願いします。あら、今日は花火まんまの過去で、そのぐらいの格好で、よろしくお願いします。トラコ、よろしくお願いします。やっぱ戦場だってことですね。もう戦、まあでも余裕だと思いますよね。今見てます。見てます。もう早くも物色してますね、はい、敵陣を覗いてる。まだここ20品です。無理でしょうやれ。え、無理、無理でしょうやれ。え、頑張っていただきましょう。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。そしてもう一方、続いては日本ランキング、はい、第1位、お、世界ランキング第7位、お、 YouTube の登録者は40万人超え、2015年と2017年には大食い王決定戦で見事優勝、現役最強のフードファイターマックス鈴木さんです。おー、すげー、かっこいい。あ、タッグも出てくる。この優勝者で、これはこれはすごい6番線ですね。はい、そうでございます。あ、すごい気合い入っておりますね。マックスさんってあの喋るの大好きなんで、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この2人に30品目、はい、挑戦いただ、していただくということで、はい、2人で、うん、この完食していただくということでございます、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、ではルールの方説明します。お願いします。東京コミコンフードメニュー食べ尽くしチャレンジのルールです、はい、お二人にはこの30品目の中から、お好きなものを選んでいただいて食べていただきます。で、まあ、食べ終わるぞってなったら次のやつって言ってくれたらそれを食べていただくということで、はい、はい、ということでございますね、はい、制限時間だけあります。45分、45分間の中で食べてくださいと。45分間の間で30品目を食べる、はい、そうです。さあ、それでは意気込みの方一言もらいましょう。ドラコさん、はい、僕、はい、いるじゃないですか、これ、これいるじゃないですか、これって言われてマックスさんです、ね、大先輩じゃないんですか。僕、YouTube で僕の先輩なんですよ。あ、なるほど。 YouTube では、 YouTube では、なるほど。外に出たの戦いで、はい、勝ったことないんですよ。うわー、さすがマックスさん。だから今日は共闘なんですけど、はい、ちょっとマックスにワッと言わせたいな。あー、なるほどね。こっちの方が急いで食べてますよみたいな。すごいじゃないか。スピードはあるよということですね、はい。さあ、対してマックスさん、はい、どうでしょうか。おそらくなんですけれど、はい、多分全30品ぐらいですか。はい、足んない。足んない足んない。これは心強い。楽しいな。かっこよすぎる。もう運営さんをてんてこまいにさせるぐらいおかわりしてると思う。いいですね。おかわり、いいですね。どんどんもうどんどんもう全て食べ尽くしましょう。じゃあもう本当にもうてんてこまいにしますから、裏方さんは。頑張ります。はい、信じております。よろしくお願いします。じゃあスタンバイしてもらいましょう。はい、これぞれしていただきましょうか。はい、じゃあ行きましょうか。じゃあ愛の順、愛の十二いきましょう、はい、愛の十二でございます。ご紹介しますね。愛の十二は、はい、麺匠あかねの舞、はい、北海道濃厚味噌ラーメンでございます。なるほど、味噌ラーメンを、はい、ということで、ドラコさんは麺匠あかねの舞と、はい、いうことでございます。行きましょう、マックスさん。はい、マックスさん、僕あの H の4番の鹿島灘海の幸さんの茨城名物あんこ汁を。おー、あんこ汁、これは素晴らしいですよ。食べらっしょということで、茨城名物のあんこう汁ですね。はい、はい、まずこう熱いものから炊いてあげる。はい、それに純粋にちょっと僕あんこう汁というものを食べたことがないもん。おお、なるほど、なるほど。どうなのかなっていうちょっと気になってしょうがない。マックスさんも食べたことないものがないものあるんですね、やっぱまだ。全然ありますよ。はい、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ準備していただいて、準備してください。味わいながらね、ここから45分間の戦いでございます。なかなか生で見れませんからね。多分ね、このお二人なら待つと思います。はいはいはい、行きましょう。それではよーいスタート。さあ、始まりました。すごい、マックスさんちゃんといただきますと言って丁寧に、はい、ドラゴさんもいただきますと言ってます。最初もお汁からいってますね。まずね、あ、ちょっと伸びてる。あ、味わってる。あ、全然味わってます。麺がちょっと太麺ということで、美味しそう。そう、味噌の匂いが、
うまい。お魚の香りが強いんですけど、生臭いのがそっちじゃなくて、ちょっと旨味の強さ。うわ、ちゃんと。なるほど。こんな喋ってる余裕あるんですか。こちらはどうでしょうか。濃厚な味噌がしっかりと麺に絡んでて美味しいですね。なるほど、素晴らしいコメント。素晴らしい。ありがとうございます。いやでもこれ一品目からなかなか大変。あんこ、はい、量がありますから。あんきも美味しそうなあんきもいただきました。美味しそうに食べるな。美味しそうに食べる。チャーシューも、お、もうあ、もうなくなりますよ。具は終わりますね。あの、具は終わります。量がね、向こうは汁だけですからね。ほぼほぼ1分、まだ1分しか経ってません。こっちは麺も卵もチャーシューもありますからね。ちゃんとね、しっかり入ってるから。早い、食べ終わりました。食べ終わりました。早い、あんこ汁が終わりました。今たくさん食べ終わりました、あんこ汁。さあ続いて、じゃあゆっくり、これはスピードが入るのでゆっくり考えてもよろしいんじゃないでしょうか。したいものがあれば。いや、こっちも終わりますよ。早い、早いっすね、やっぱ。はい、ドラコさん。はい、こっちマックスさんいきます。はい、マックスさん。008番千葉うまかっぺや6663のカツラ担当お願いします。担々麺、担々麺愛の008番ですね。はい、お待たせしました。千葉うまかっぺさん、お待ち。6666、美味しそう。カツラ担々麺、担々麺好きですよ。はい、はい、大好きなんですけど、カツラ担々麺は食べたことない。なるほど、食べたことないもの尽くしで、ね、今日はこちらも指名していいですか。はい、その後説明でも。はい、愛の10番の生麺4お願いします。なるほど、道の駅伊香子さんの生麺4でございますね。ありがとうございます。同じページに載っているやつだから読みやすいです。読みやすい、素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしい。ご紹介しましょう。勝浦担々麺はですね、千葉県唯一、千葉名物仕掛け人プロデュース、千葉県産素材にとことんこだわったグルメ、千葉県唯一のご当地グルメ、勝浦担々麺や。ちょっと待って、はい、修士が説明し終われない間にもう終わります。マジですか。担々麺終わります。千葉県産アボカドポークの、はい、でかすぎる串など。ああ、もうこっちが、あ、もう説明より早い。ああ、終わった。それは大人としてどうなんですかね。すごい、食べ終わりました。完食しました。うわ、早い。いかがでしたか。辛味と旨味のバランスがすんげえ良かったですね。うわ、なるほど。めちゃくちゃ辛味と旨味のバランスが最高ということで、はい、おっと、全部入れましょう。千葉県産アボカドポークのデカすぎる串など、とことん千葉県産グルメを提供します。終わったから。これ大事なことなんですよ。はい、次お願いします。はい、はい、愛の010道の駅伊香子さんの生麺をお願いします。生麺4、こっち取ってますよ。取られちゃいました。生麺4取られましたね。茨城県は伊香子市の道の駅伊香子がコミコンの舞台に帰ってまいりました。お、今年はキッチンカーもっとくんを引き連れて参上。伊香子市産のお米から加工した日本でも珍しい生麺4と、伊香子市産牛乳から加工した飲むヨーグルト、ぜひもっとくんに会いに来てくださいということでございますね。はい、方だけではなく、もっとくんという、もっとくんにも会いに来てほしいということで、説明終わると同時に食べ終わる感じになってきます。こちらも早い。お願いします。麺2つ、ナックさん注文よろしいでしょうか。009、メンソーレさんの沖縄スパム塩焼きそばお願いします。はい、ありがとうございます。塩焼きそばよろしくお願いいたします。愛の009、メンソーレ沖縄スパム塩焼きそば。すいません、こちらも終わったので、はい、生麺4の感想プラス次の、一品を。わかりました。パクチーの豆がしっかり口の中で伝わってきて最高でした。うわ、100点でございます。では新しい料理を。愛の11、ケバブサンドお願いします。はい、愛の11、ケバブサンドですね。はい、FA ケバブサンドのケバブサンドでございます。009こちらです。009、はい、こちらですね。さあ、はい、よろしいでしょうか。はい、メインソウルさんの沖縄スパム塩焼きそば、まろやかな宮古島の雪塩を使用したスパム焼きそばをぜひご賞味くださいということです。ありがとうございます、マックスさん。塩焼きそば、はい、そしてこちらケバブ、こちらはケバブ、FA ケバブさんのケバブサンドですね。はい、ケバブグランプリ3年連続チャンピオン。早っ、ケバブ食うの早っ。どうですか、沖縄焼きそば。スパムの味わいと塩焼きそばの味わいがマッチしててめちゃくちゃうまい。おー、あら、うまい、うまい、うまそうやもんね。確かにだからね、今回のブースはすごいんですよ。うん、美味しいものばかりという。なるほど、ドラコさんのケバブの食べ方がもう気持ちがいい、気持ちがいい。すごいな、麺2杯食った。どうやからね。いや、すごいですね、やっぱドラコさん。味はどうでしょうか。はい、いただき
今聞くタイミングなかったです。後ほどまた聞きましょう。聞きましょう。はいはい、すみません、もうこちらマックス鈴木がね、はい、もう一度エクスバを平らげるところでございます。いやもうこちらは食い終わりましたよ。ということでした、指名先にしましょう。今、あ、そうですね、今愛の14行きます。愛の14行きましょう。はい、はい、スープから揚げ東京ということで、ここにですね、はい、鶏ガラ 100% の鶏スープにじっくり漬け込んだ鶏肉をカラッとジューシーに揚げたコラーゲンたっぷりの特別な唐揚げ、うまみスープが口の中で広がります。はい、こちらケバブの後、はい、スープすごいめっちゃ広がるめっちゃ美味しいと。わかりました。かわいいですね。かわいい。目キラキラしてる。目キラキラしてる。はい、こちらよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。マックス鈴木からの注文はですね、はい、H-0003 肉の匠さん。肉の匠さん、はい、H-003、はい、正体庵、正体庵さんですね。ローストビーフの肉の寿司という。すごいな、これはもう、これはもう2秒でいけると思います。高いの選んだな、高いの。ありがとうございます。赤身の部位でも特に柔らかいもも肉をローストビーフにし、薄切りでお寿司として召し上がっていただきます。かけずに、2貫ずつ。どうですか、2貫ずつ。お肉のでもカラオケも終わりますよ。はい、最高。お肉の旨味が最高ということで、ヌンバーズ最高と一緒ですね。もうタレもかけずに言ってますよ。さあ、唐揚げもラスト1個。うわ、唐揚げが、唐揚げもね、結構な量入ってましたよ。結構もう6個ぐらい入ってます。完食です。ローストビーフの肉串。さあ、続いていきましょう。トラコさんがちょっと早いな。あー、でもマックさんも庭終わりました。こっちも終わってますよ。選んでください。はい、001アンガスビーフバカー。あ、うわ、結構な、ありますか、大きいな、大きなやついきますね。うわ、トラコさんが今なかなかの量のやつをいきます。はい、サラダもついております。今多分もう10品目終わったんですけど、はい、もう8分、まだ8分しか経ってない。まだ8分、早っ、3分で終わったのに。すごい。ご紹介しましょう。シスタースキッチン株式会社。うわ、早い、間に合うかな。アンガスビーフバーガーでございます。シーザースキッチンではシェフたちが腕によりをかけ、最高の料理でおもてなしをしています。東京コミコミには毎年出店し、アンガスビーフバーガーが大人気ですが、今年は初登場、オーストラリア出身のシェフが手作りした本場のピートパイもあります。よろしくお願いします。実質二口で食べちゃいました。こちらのノドグロテンプラ入っております。はい、こちら、はい、こちらはですね、H-008 番天ぷら一本さんのノドグロ天ぷらでございます。ノドグロ天ぷらでございます。はい、ラストこちらサラダ全部いっちゃって、はい、完食でございます。ノドグロ手の方がどうなったでしょうか。これ贅沢な天ぷらですよ。これノドグロですから、天ぷら一本さんのノドグロ天ぷら、今回のために特別に仕入れた高級魚ノドグロを天ぷらにしてご提供。普段お召し上がりが困難な味をぜひご賞味くださいませ。身がふわふわでとってもおいしいです。身がふわふわ、ふわふわ、こちら次また成功しましょう。身がふわ、次のドラコさん、フライドポテト11、フライドポテト、これ、はい、あ、違う、違います、違う、あ、これ、あ、愛の1、これ、あ、愛の1ありました、今、味にありました、カキが来ました。はいはい、これ、おー、すぐ終わりますよ、はい、こちらも。だけ君天ぷら行きましょう。はい、愛の1番ですか。はい、愛の1番だけ君天ぷら、これ、はい、なじみさんののどぐろ天ぷら終わりました。だけ君天ぷら、青森県、完食いたしました。弘前市岩木さんの崖地方のとても甘いトウモロコシを身を削って天ぷらで揚げた絶品の味です。さあ、どんなお味でしょうか。はい、あの、ご飯がすごい甘いんですけど、はい、塩の塩味が締めてくれてめちゃくちゃ美味しいです。さすが、いい匂い漂っております。メロンよりも甘くと言われてます。はい、さあ、今こちらマックス鈴木よろしいでしょうか。10分経過でございます。愛の0007のステーキサンドよろしくお願いします。うわ、美味しそう。これはさすがのマックス鈴木でもちょいの時間かかるじゃないですか、このボリュームの。でもだんだん時間かかってくるでしょ、これ、はい、さあ、こちらのステーキフォーユーステーキフォーユーマ、はい、フードトラックステーキサンドでございますね。ガーリックたっぷり、はい、ガーリックステーキフォースユーマンフードトラック US ビーフステーキ、ステーキコーガーリックシニンプ、どうすか、メインに肉汁あふれるビーフステーキをジュージュー焼きます。はい、天ぷら終わりました。天ぷら終わりました、はい、やっぱりお肉です。全然説明を読むよりも早く食べてしまうため、うまい、うまいということです。はい、7番スケドン、7番、これかな、松井寿司のこれかな、
松井さん、合ってる？合ってますね。これ行きましょう。H の7番、はい、赤坂寿司松井のスケトン。美味しそう。はい、ステーキサンド。でもお酒も常に旬としてくれる、それぞれ、それぞれが持つ素材の特性を生かした調理、仕込みによって旨味を最大限に引き出した料理が堪能できるのが、うん、寿司松井、旬の素材と巧みの技をご堪能くださいということで、早すぎて説明が間に合わないですね。もう終わりました。もう終わった。こちらも終わりますよ。もう終わります。はい、いやー飛ばしてますよ。今何個ずつ、何品ずついってるんでしょうかね。しっかりとマグロの赤身が締められてるので、全然いくらでも食べれますね。まだいくらでも食べれる。まだだって時間的にはだいぶ余裕がある、はい、まだ11分しか経ってない。じゃああるの見てください。はい、取りましょう。このネタ終わったぐらいやった。あ、これ、はい、こちら、はい、愛の15番和牛9名さんです。すごい、で終わりました。こちらガーリック、ステーキサンド終わりましたよ、はい、終わりました。じゃあマックスさん、何があるか。見栄えもいいですね、刀みたいで。はい、トロタン串です。こちらは和牛久兵衛さんのトロタン串。名古屋の本格焼肉店和牛久兵衛が牛タン専門店として東京コミコン2019に初出店。名物トロタン串をはじめ至福の一時をぜひ久兵衛でお楽しみください。味はどうでしょうか。はい、こちら、このために豆が広がっていきます。トロタンでございますね。はい、そしてマックスさんは、はい、ステーキ丼、ステーキ丼、どんなもん、どんなもんさんのステーキ丼ですね。はい、愛の010016どんなもんさんのステーキ丼。愛の01616番、厳選した新鮮な牛肉を柔らかく焼き上げ、相性抜群の当店オリジナルソースと絡めた特別なステーキ丼でございます。どうですか。あのお肉分厚いですけど、かなり柔らかいですよ。おお、ちょっと甘めのタレがまたね、あってすごいオリジナルソース。なるほど、オリジナルソースということですね、その甘めのタレが。はい、しかも確かに分厚い。横にキムチがいるのがまたいいですね。その甘みを味わってる間にこちらは完食でございます。あら、先のトロタン串もう食べれますか。うわー、味わっております。ちょっとすごいな。ステーキ丼、何いきますか。12番レトル、カレー、はい、どうかな。はい、はい、11番じゃないですか。違う、11？ 違うね、12はね、ランチザジャック。あ、これはランチタイムジャック。ランチタイム、数字が違いますが、数字が違いましたが、はい、こちらのカレーいきましょう。 このタイミングでカレーいけんにゃすげえ、はい、はい、ランチタイムジャックさんですね。はい、はい、東京コミコン2019のために作ったスペシャルブレンドカレー、はい、迷ったらこれです。皆さん、迷ったらこれです。けどドラゴさんは一切迷いがないですね、これ、はい、こちらもう終わりますよ。一応こちらのランチタイムジャックさんのフライドポテトもこちらの方に入っております。後で来ます、はい、完食いたしました。はい、完食しました。ステーキ丼、マックス鈴木が今完食いたしました。愛、はい、の16番どんなもんさんのステーキ丼完食です。ありがとうございます、はい、さあこちら見ていただきました。続いてカレーも完食でーす。うわ、はい、ローストビーフ丼いただきましょう。はい、さらに行きますか。愛の017、はい、桜モンスターさんのローストビーフ丼いただきます。ありがとうございます。肉肉を攻めます。ありがとうございます。桜モンスターローストビーフ丼、厳選した牛もも肉を1枚ずつ丁寧にカットし、オリジナルブレンドのスパイスを施し、低温でじっくり旨味を閉じ込めました。肉を攻めるマックス鈴木でございます、はい、なるほど。じゃあ、指名してもらいましょう。はい、どうですか。宝石丼、 H の6番宝石丼。あ、今、あ、こちらですね。はい、大田の水産。こっちは水産でいくと、すごい重いよこれ。あ、いや、量多いですよ。美味しそうに食べますね。そう、さあ H の16番、ね、ですよ。めちゃくちゃうまそうに食べる、はい、ただね、食ってる時にね、喋りが長いんですよね、この男は。よく店員さんとよく喋るんですよ。なるほど、うまいっすね、喋るの15分経過です。はい、ごめんなさい、この H の16番、宝石動画撮ってて、もういただきますまでに5分ぐらいで投げよってある。そうそう、コメントでそう、よう喋ってんねん、早く食べてくれと、うん、さあこちらはですね、小樽水産の宝石丼でございまして、はい、丼の上でトロサーモンとイクラがだし醤油とごま油で優しくコーティングされ、キラキラと光り輝く極上の一品です。ちょっと
さあお味のほどは。まだまだだって16分だもんな。ごま油で、お腹いっぱいになってないですか。ごま油、いや全然ペース落ちない。大丈夫ですか。制限時間45分って言ってるのに、はい、うん、まだ16分しか経ってないです。早すぎる。それでもちょっとね、注文もあったりしてるぐらいですかって。そうですよね。そうですよね、はい、早すぎて。ゆっくりいただいてもいいですよもうでもね、やっぱ彼らは訓練してるから、早く食べながらも味わえてるんですよ、ね、それがすごい。もうあのグルメリポートしていただいて、はい、で完食いたしました。ありがとうございます。あー、はいはいはい、ビーフ丼完食です。ペースが落ちないな。すごいすごいですね。続きは完食いたしましたよ。選んでください。選んでください。今日もまたもうなくなってきた。ちょっとここあの追加されていってますからね。でも追加分もだいぶ少なくなってきて、追加分もあるんですけど、このポテトはさっきのやつなんですか。はい、ランチタイムジャックさんのフライドポテトに2品出ております。あ、ランチタイムジャックさんからは。あ、また違うね。はい、はい、カレーとフライドポテトが出ております、はい、じゃあまずマックスさんから。はい、はい、愛の002番の麺の朝日屋さんの、はい、こちらですね。これは何なんですか。焼きそば。ダミエ焼きそばですね。ダミエ焼きそば。はい、じゃあ、あれですね、僕の父親の出身地ですね。あ、そうなんですか。まさかの。そうなんや。え、これ自然の巡り合わせすごくないですか。懐かしい思いで食べていただきたいと思います。まさかまさかの出身。まさかまさかの、じゃあこちらもちょっと指名だけさせてください。はい、お願いします。フライドポテトで。はい、わかりました。ついに来た。もうランチタイムジャックさんを攻めますね。あー、いいですね。さあ、親父の味。麺の朝日屋焼きそば。ナミエ焼きそば、はい、家庭で手軽に味わう生きた本格麺。1935年思い出した、思い出した。米柄、ね、製粉、乾燥製造業としてナミエ駅前で創業。ゴシゴシの太麺、生麺、茹で麺と商品の幅を広げ、安全で作り手の見える美味しい麺を作り続けています。ナミエ焼きそばはナミエ町で愛される、まあ極太麺と濃厚ソースが特徴の焼きそばでございます。じゃあコメント聞きましょう。いかがですか。フライドポテト、フライドポテトです。かなり懐かしい味ですね。親父を思い出します。思い出しますね。これ本当に美味しい。麺がね、めちゃめちゃマジで太いんですよ。で、シンプルに豚肉ともやしなんですよね。うん、あ、いいですね。なるほど。そういうのが一番ですよね。麺の旨味が結構ダイレクトに分かるんですよ。素晴らしい。これ本当に美味しいです。あ、そうだ。お腹が減りましたね、僕たち。じゃあ、シュウさん、もう一度フライドポテトの解説をよろしくお願いします。フライドポテトは、フライドポテトです。のみですか。いないやろ、解説。いや、もう小腹が空いたらこれ。はいはい、いや、あっという間熱々と言ってますけども、美味しいですか。解説いないやろ、フライドポテト。ランチタイムジャックさんでございます。なんかもう、一言みたいになんか食べてますけどね自分勝負してるんですけども、パクパク。ドラゴさん、フライドポテトいかがですか。どっちが何品食べてるかもう分からない、分からない状況。どっちが何品食べてんの。あ、頬張って。わ、早い。ポテトといえばその食べ方ですよね。ね、さあ、うちのマックス鈴木はもう終わってしまってます。10品も今来ましたよ。何か来ましたけれども、はい、タピオカみたいなやつ。タピオカね。ここではちょっと甘味を、ちょっとどっちか、ちょっと甘味を入れた。味が分かれてる。取れた。あれ、あっ、それ古いっちゃいますので、ね、2杯ってこと。2杯です。あ、じゃあ、はい、1人2杯ですか。はい、それはもう1つなんで。はい、1位の005番、はい、カフェココロさんの高崎ホルモンダルマですね、これ。はい、カフェココロ高崎ホルモンダルマさんのタピオカドリンクでございます。はい、今話題沸騰のタピオカドリンクを種類豊富に販売いたします。タピオカはもちもちした食感が特徴で、一度飲んだらハマること間違いなし。見た目も可愛い味付き、色付きタピオカも販売いたしております。あの飲み方腹立ちますね。早すぎる、早すぎるって。一杯が早すぎる。味わってタピオカ味で腹立つな。じゃあこちらはジェラートいっちゃいます。ジェラートいきましょう。はい、こちらです。まだ牡蠣とハンバーガーあるのに、先に冷たいジェラート食べたい。溶けちゃうからね、飲まれたら。やっぱり冷たいもん同士でね。そうですね、冷たいもん。いかしなくこちらも冷たいもんと。うちの10番自然栽培の、早い、もう2杯目いきますよ。薄い農園ジェラート、はい、自然栽培でございます。続き
終わりました。終わりました。マックス鈴木タピオカドリンク2杯タピオカで、あっという間に一粒も残さないでください。これ見逃しに挑戦的に飲み終わりました。はい、マックス鈴木まだまだ余裕でございます。はい、アイスの説明終わる前に食べ終わりました。終わりました。ジェラート、マックスさん、クレープください。クレープ、マリオンクレープ、マリオンクレープ、一粒残ってました。マリオンクレープでございます。マックスさん、一粒タピオカ残ってました。食べてください。あー、こっちもクレープやったのに。あ、残念。その間にジェラートの説明をしましょう。じゃあジェラートの説明しておきましょう。自然栽培の薄い農園がお届けする日本の酪農発祥の地、福島県岩瀬地域の新鮮生乳をですね、はい、低温殺菌して作り上げた安全安心、体に優しい美味しい無添加生乳ジェラートです、はい。だいぶ前に食べ終わりましたけど、すいません、マリオンクレープは言っております。すごい新鮮な、はい、あのクリームの味が分かったんですごい美味しかったです、ね。わ、ありがとうございます。それを感じる。けど今ずっと頭痛いってやってたでしょ。さすがに早く食べ過ぎた。キッとしました。めっちゃ痛かったですよ。クレープ取られましたけど何行きましょう。あ、カキ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 、こちらクレープよろしいですか。はい、続きクレープ、マリオンクレープいっております。はい、マリオゼロさん、はい、あの一個のボリュームが半端じゃないですか。確かにめちゃめちゃでかいです。これおいしい。はい、でかい、思ったよりもでかいがパクパクといっております。はい、マリオンクレープのクレープ、はい、原宿竹下通り本店、焼きたて作りたてのクレープをお客様の目の前でご提供いたします。はい、や、終わった。はい、もう書き終わったの。書き終わりました。予想以上の、まだ終わってからや。ジェラートの後の書き早っ。もう秒で終わりましたよ。クレープどうでした。はい、あの焼きたてなのに本当にパッツンパッツンで中身が生牡蠣かなってくらいとろっとしてて、すごい美味しかったです。その牡蠣はどういった牡蠣でしょうか。はい、富の屋の広島産焼き牡蠣でございます。身がふっくらとした瀬戸内産アナゴを使用したアナゴ飯に、肉厚で歯ごたえ抜群の広島産牡蠣など当店では広島グルメで楽しめます。なるほど、アナゴ飯もあるということでございますね。はい、ちょっと料理がありました。追いついてこなくなってきました。さあ、けどちょっと時間も経ってきて23分経過です。全然余裕やないの。あと4個もある。23分大丈夫ですか。これで4個全部出ました。杏仁豆腐、杏仁豆腐いってください。はい、これで終わりです。全部出た。はい、全部出た。あと2品、あと2品、2品、あと2品ある。これ以外で2品あります。どら焼き、どら焼き、これですかね。あ、これですね、はい、箱ごと。いや、これは多分こちらのものじゃないですかね。そうなの。1個、これは宣伝用です。ここに入ってます。でも、あ、じゃあ箱ごと言ってもらいましょう。これは箱でしょ。4つ入っております。4つ入りっていうことになりますね。 H03 のチャチャさん、チャチャさんですね。意外ですか、杏仁豆腐。これやばい。今まで食べたことないです、この杏仁豆腐。あの、なんかね、ミルキー、なにこれ。なんか半分液体なんですよ。で、あったかいんですけど、あのね、食べたことない。味わったことのない杏仁豆腐。カメラさん、ぜひこの杏仁豆腐も。いや、確かにプル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 してます。ぜひこの杏仁豆腐。すいません、杏仁豆腐、杏仁豆腐プルプルして、あ、中にこれ一息が、ゼロタピオカ、タピオカも入ってるんだ。はい、カメラさんがやっぱ往復して一番汗かいてるんですよ、今。はい、一息やチャイさんの熱杏仁豆腐。誰よりも汗かいてる。テレビで大人気の熱杏仁豆腐を、横浜中華街唯一の和の味をお届けします。熱々の杏仁タピオカスープに杏仁豆腐が丸々一つ入った 新食感のデザートでございます。杏仁豆腐が丸々一つ入っております。しかもあったかいんですね。食べられた。もう H009 ひといき茶屋さんです。ミルキーな感じプラスあんこがあるんで、はい、なんかね、中華風のお汁粉みたいな。うわー、いいですね。おいしそう。めちゃくちゃうまそう。あれ、まだ全然違うやん、ほら。はい、あと2品ありました。どうでございました。はい、ありがとうございます。こちらは、あと1個で終わるんで、修士。はい。どら焼きの説明をよろしくお願いします。どら焼きは何番でございましたでしょうか。こちらですね。わかりました。チャチャさんですね。はい、チャチャさん。これ、数量限定でございます。あ、そう。東京コミコンオリジナルどら焼き。うん。ホイップクリームと、粒あんをトラ模様、あ、すいません、オリジナルトラ焼きです。はい、トラ焼き、はい、トラ模様のカステラでサンドしました。東京コミコンのオリジナル土産の誕生でございます。だから箱がね、オリジナルということでございます。東京コミコンのパッケージでございますね。はい、まあ、1個やと思ったら4つ入ってましたから。大きいのが4つ入っております。どうでしょうか。
あんこにクリームにもう腹がもうパンパンなる要素がたっぷりですけどペロリと完食です。はい、はい、そして、こちら今、はい、マックさんが食べてるのが愛の007ステーキフォースユーマフードトラックさんでーすのハンバーガーですね。はい、007だけども乗ってるとこが違うんですよね。ステーキ肉厚なんですけ どこですか。めちゃくちゃ柔らかいですよ。あ、パテがやばい、これ超うまいですよ。肉厚あるから柔らかい、西野からね、そこからね、どれだろうかな。少々、ちょっとその間に食べ終わっちゃう。食べ終わっちゃうね。もう食べ終わりますよ、はい、浮いてる間に。これじゃないね、まあ、こちらはじゃあこれソースは結構甘めなんですよね。成田夢牧場のですね、ジェラートみたいな感じですね。いや、これ食べました。それいきますか。はい、はい、じゃあ愛の004成田夢牧場の、はい、こちら、はい、あ、これを失礼しました。はい、愛のサニーデイバーガーですね、はい、サニーデイバーガーのチーズバーガーでございます、はいはい、肉汁あふれるビーフハンバーグを鉄板で焼きたてをご提供します。本場で修行したシェフのオリジナルバーガー、豪快に食べてください。ブルースバーガー、肉汁あふれています。もうないですね。ないです。はい、すいません。あのね、結構前の方で伸ばしてください、伸ばしてくださいという指示が出てるんですけど、はい、スタッフから全く伸びないですね、はい、伸ばせ伸ばせと言われてるんですけど、伸ばすことができません、はい、スピードが速いですか。素晴らしいです。素晴らしい。さあ、こちらの成田夢牧場の、はい、あ、そちらの感想いただけますか。はい、はい、もう言いました。お肉が分厚いですよ、すごい柔らかいんですよ、ね、で、あのお肉のパテだけじゃなくて、うん、これバンズもかなり香ばしいです。なるほど、すごいな、美味しそう、素晴らしい。あれだけまだまだ感じられるやん。お腹すごい大きくなってる、マジで横に、おすごい、やっぱ膨れてるんですね。すごい、すごい、さすがにやっぱあの量はね、水拳のジャッキーチェンじゃないですか。すごいな。やっぱり普段からね、10キロとか15キロとか食べてますから。そうか。じゃあ、こちらドラグさんのあの、ジェラート夢牧場、はい、自家製ジェラート、チーズブレッド、特製ホットドッグなども、はい、メニューであります。そちらの中からジェラートでございます、早朝に搾取した新鮮な牛乳を牧場内の工房でジェラートに加工しました、新鮮で濃厚な牧場ならではの自家製ジェラートです。いかがでしょうか。食べ終わりがすぐまったりとしてるんですけど、はい、食べ終わるとすごい軽いから次の人としてはすごい住みやすいんですよ、ね、素晴らしい。コメントが素晴らしい、素晴らしい、伝わってくる、ま、伝わってくる。そしてマックさんがいいな、美味しそうだなとか俺こっちを見てます。食いたいのに何もねえから、はい、まだまだフリフリチキンまだって言ってます。そうそう、なんか餌を追ってるサルみたいになってます、はい、びっくりするぐらい全然足んないんですよ。はい、お店はまだジェラートもう一個こちらありますし、あります。ちなみにあのドキドキしたいんで、あの残り時間の方を教えてもらえますでしょうか、はい、残り15分あります。めっちゃあるよ、めっちゃあるよ。マジで？まだ29分しか経ってないです。すごいね。なので一品目1分で食べてます。うわ、ね、2人で15分。いやでもね、ちょっとね、あの様子見てもらいながらで、それですからね、はい、すごすぎない、ずっと見てます。そうそう、すみません、数的にはどうなってるんですか。あ、それね、どちらが何品目いってるんですか。確かにどっちか食べてるんだろう ねえ、それはちょっと、いや僕はそのビールいただいてもいいですか。そう、もはや、ね、最後のもはや一品がですね、ビールも欲しいですよ。コンタツ株式会社のビール、2人ともビールが欲しいって言って、欲しい。じゃあ最後は乾杯しましょう。コップ、コップを、コップを2つください。もう1個は言い出したら、まあ、それか1人は瓶ビールから直で行って、1人はコップで。なるほど、はい、いいですか。ちょっと待ってください、ね、ちょっと待ってください。あれ、何もこれ、これはこれなんだ、飛び込んできた、愛のゼロイチさん、カハラス東京、カハラス東京。あ、先ほどなかったやつは、はい、うまそう、うまそう、大きいの量が、愛の13、愛の13、これはじゃあ、これしかも出来たてじゃないですか。フリフリチキン、うまそう。そうか、先ほどなかったんだ。これ、これパーティー、はい、パーティーサイズじゃないですか、これしかも。パーティーサイズです。これ重っ、すごいっすね、3人前ぐらいあります。嬉しそう、嬉しそう、嬉しそう。これ川名津東京さんの強い男マックス鈴木フリフリチキン、あ、回転、じゃあそっちがチキンやったらこっちビールね。卑怯やろ。いやもうそれこそこれなんかビールに合いますよね。
できるまで一緒に行きたいけどな。あ、ここで一緒に行きますか。移住はどうでしょうね。回転させながらじっくり焼き上げるので、一口外はパリパリ、中はジューシーに仕上がっております。なるほど、どうすか、どうすか。うん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 、何を言ってるかわからないけど美味しいそうです。ななぎさん、いや、それ食べてる途中で無理でしょ。思いっきり突っ込みました今。うまそう。やっぱり出来たてのチキン違いますね。あれ、あ、ドラゴさん食べたじゃん。指くわえてるもんな。そして、あ、スタッ、しれーって言っちゃってください。いっちゃいビールなのにこマスが出てる、ね、マックス後ろ、マックス後ろ。全然気づいて、全然気づかなかった。いや、あれは約束、特撮みたいな。でも、分厚いよ。お味はどうでしょう。おいしい。すごいな、この状態でもまだおいしく食べれるっていうのが。ほんまは完食してから次行きたいところでしょうけど、ビール飲みたいでしょうね、はい、そうでしょうね。でもね、本当にしかも、来ましたよ、ビールのマスが来ました。皆さん、大丈夫ですか。僕が拾ってきます、僕拾ってきます、大丈夫です。いや、気持ちいいですね、でも これだけ食べてもらえると。いや、素晴らしい。クラフトビールでございますね、はい、残りは。うわ、美味しそうに食べる。コンタツ株式会社のクラフトビールです。なるほど、これこそ本当に。さあ、お時間が33分になろうとしてる。うわ、はい、お時間言わなくていいと思います。あと15分もある。はい、すごいですね。いや、これ企画考えた人本当に舐めてましたよね。ありがとうございます。ありがとうございます。舐めてますよ。やっぱりね、フードファイター舐めたらダメですよ、ね。舐めたらダメですよ。いや、すごいです。フードファイター舐めたらダメです。いや、しかもこんな美味しそうに食べてもらえて、やっぱ気持ちいいですね、見てて。あと、コメントも素晴らしいですよね。僕、ドラゴさんにお聞きしたいんですけど、うん、結構食べ放題の店とか、大食いの方って出禁になったりするって聞いたことあるんですけど、やっぱりそれってあるんですか。たまにありますね。あ、そうなんですね。人生で1、2軒ぐらい出禁の店はあります、ね、もう来るなっていうことですか。食べすぎて店長から名刺渡されて、もう勘弁してくださいって。でも見た目には絶対分かんない。そうなんですよ、細いもん。そうですよね。やっぱりこう、フードファイターの人って細い人多いですよね。あ、そうですよね。不思議やけど、ね、マックスさんもね、美味しそうに食べる。バクバク食べてますよ、マックスさん。今消化が早いな。1週間ぐらいもの食ってへん2人ともですね、これ今かですよね、もう今か。2人とも。あ、これちなみに集計とかで出てるんですか、僕と彼の。出てます。発表していいですか。あ、マックスさんが16、おお、そしてドラコさんが14。おお、さすがマックス続き2品。お、まだそれでも納得できてない。ダブルスコアつけないと僕的には納得いかない。なるほど、これ。でも順番的にはビールは多分こちらがね、本当は指名にある。そうですね、ということで16と15に、あれ31なので、多分15と14です、今現時点で。あ、15と14なので、ビール飲んで30だと思います。ですよね。はい、すいません、運営さん、はい、1時間延長お願いします。延長で無理です、運営さん、無理ですよね。もう一つ全部回りたいですよね。回りたい、回りたい。まだ食べれる、まだいけます。もう、それやったらドラゴンさんに。あ、ゆっくりゆっくり来てますよ、ドラゴさんがビールを飲もうと。ドラゴさんのもんですから、はい、マックスさんにどれだけあげるか、あげるかは、はい、確かに、ドラゴさんが決めてあげてください。はい、もうこっちはもう、あ、ラッパ入れる前に、あと、食べ物に集中した時、一切見ないんですよ。ラッパ押したらもうね、あげれませんから。あ、優しい、優しい。あ、いい色だ、やっぱクラフトビールだから。あ、おいしそう、たっぷり、たっぷり、うまそう、優しい、入れ方も上手、入れ方がうまい。お、あ、でもこれちょっと触ってきましたね、どっち渡すかが。これを、いいじゃないですか。緊張しますね。欲しい方、欲しい方でいいですよ。2つとも飲んでしまうというのは願いですよ。お、優しい。正直、あ、2回ブツブツ交換で1個くれたと、ね、1個くれたと、あ、乾杯して、みんなで拍手をください。素晴らしい、すごいよ、素晴らしい。ムードファイター、うまそう。どうですか、今この時にビール。ねえ、あ、ちょっとこれは言葉にならないですね。いや、すごいな、さすがだよ、このタイミングでビールは。思うんですけど、
はい、あの僕がいたやつどれも、はい、あのなんていうんですかこうイベント的なというよりは割と本格的なやつが多くて、そうですね、なんかすごいなんかこうしっかりされてて、はい、どれも本当に美味しかったです。なるほど、ありがとうございます。量もね、そうなんですよ、結構しっかりしてます。1品だけで十分なはずなんですよ、はい、ご飯としてはね、昼ご飯としてはフリフリチキンが遅くなった理由が分かりましたよね、こんだけしっかり。いや確かに、それをきっちり15品ずつ、はい、やっぱり火が通っていう。お昼と晩をもうこちらで何食べようかなとワクワクしていただきたいなと思います。で、まあ、今ので見ていただいて美味しそうなやつをね、はい、食べていただければと思います。うわあ、すごい、お二人とも完食でございます。さあ、馳走していただきました、はい、きれいに骨を、では最後にグイッと、はい、行きましょうか。完食です、はい、そしてビールを、おい、小指も立って、気持ちよく小指が立って、完食、すごい、素晴らしい、余裕で38分28秒です。余裕でございました。やばい、いや、すごい、すげえ張ってる。あと背中も、背中も触ってください。背中もちょっと大きくなってるんですよ。背中も張ってるな、ほら、こんなに細いのに、すごい、すごい、すごい、顔は余裕ですよね、でも ね、顔は余裕、二人とも表情は、はい、日頃の鍛錬でね、はい、ちょっとコメントをいただきましょう、はい、完食したコメントいただきましょう、はい、どれも本当に美味しかったです、はい、で、ぶっちゃけちょっとハンバーガーとか、人肌よりもちょっと冷たいかなぐらいだったんですけど、ちょっと出してましたからね、なんですけど、お肉が柔らかくて、うん、でなおかつパンも香ばしかったりとか、あら、それ別にそれハンバーガーに限ったことじゃなくて他にもそうなんですよ、はい、だから全然冷めても美味しいし、なるほど、なんならもう本当にもうもっとあと2週ぐらいおかわりしたいなって本当に今でも腹そんななっとんねんし、え、延長ダメ、延長ダメです、ダメダメ、おっしゃったです、ありがとうございました、いやー、素晴らしい、ありがとうございました、素晴らしい、さあ、そしてドラゴさんいかがでしたでしょうか。本当にどれもコーツ捨てがたいぐらい美味しくて、はい、僕も本当にあともう2週も3週も食べたいぐらい美味しいものばっかりだったので、はい、この後まだお腹に余裕のある方はぜひこの後買いに行ってみてください、はい、そうですね、よろしくお願いします。3日間ございますから、東京コミコンはその間にお昼と、晩ご飯を、こちらの方で楽しんでいただければなと思いますので、よろしくお願いします、はい、というわけで、はい、お二人ともどうもありがとうございました。もう一度お二人からお拍手を、ありがとうございました。素晴らしい、引き続き東京コミコン2019をお楽しみください。ありがとうございました。ありがとうございました。他の人たちいるから、他の人たちいるっつって、切った方がいいかもしれない。切っても、切ってもいいですか、ちょっと、え、ちょっとあの人切ってもらっていいですか。あ、だめだ、この人やっぱダメだ、この人やっぱダメだ、ふざけ合うから、ふざけ合うからダメだ、この人自分でもちょっと恥ずかしかったですか、ね、あ、見てる俺もっと恥ずかしかったです。あの最初のあれを着てるだけに余計こう、あの重い、あのでまあ本物はあれですもんね、あれ本物ですもんね、これあのあれなんですよ、紙なんですよ、はい、こちらのカチューコの丸竹さんで、ああはい、もろもろのご連絡はソードスピリットによろしくお願いします。Y さんが代表をやってるソードスピリットによろしくお願いします。案件見たくなっちゃった。あなたもカチューゲッチューしていませんか。アメちゃん、そんなのしまい。お母さん怒られるで。アメちゃんあげるからな。あ、もらうんだ、もらうんだ。食べ。ケチャップあげたとき食べ。ほなな。なんですか。大阪のおばちゃん。あ、わかった。じゃんじゃん。あ、今ので落ちるの。